北海道手稲山で初冠雪が発表されました。先ほど6時7分北海道札幌管区気象台より手稲山で初冠雪があったと発表がありました。平年より1日早く、昨シーズンより22日早い観測となりました。ではリポートもいただいておりますので見ていきましょう。北海道札幌市、リポーター名まめさんよりいただきました。手稲山初冠雪でしょうか、白く見えますといただきました。5時49分にいただいたリポートです。さあリポートをこちらで見てもですね、白くなっている様子が確認できますね。今日は北海道寒気が流れ込んでおります。上空の寒気の様子見ていきましょう。朝9時の寒気の予想ですけれども、こちら北海道上空1500メートル、マイナス3度以下の寒気広い範囲を覆っております。道北の一部ではマイナス6度以下の寒気が流れ込んでおります。この影響で日本海側を中心に冷たい雨が降り、山では雪となったところもありました。今日の最低気温ランキング見ていきましょう。北海道上士幌、そして阿寒湖畔では氷点下 1.7 度を観測し、今シーズン一番の冷え込みとなりました。北海道広い範囲で冷え込みが強まっております。寒さ対策万全にしてください。北海道手稲山で初冠雪の発表がありました。最新の情報をお伝えしていきました。